おかんに電話しろ、地震帰れって言え。無料診断に電話を。ブラックリストに影響が出ないように手続きしてもらい、結果借金がなくなった上、100万円を超える現金が振り込まれました。このようにfue de repente, ¿verdad? Ahora sí se van a caer. Suena tardísimo. ¡No mames! ¡No! ¡No! Ya se calmó, ya está calmando. Ya está calmando.
かな、収まったんですかね。大丈夫あれ。この渋滞です。一般道路の状況です。八尾平方線が事故の調べのため両方向とも通行止め。地震です。大阪府で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、福井県、三重県、奈良県。